学生の座り込みが86日間を行われた理科女大本館2016年の理科女子大学学生運動は大韓民国の理科女子大学校の学生が大学当局による一方的な障害教育支援事業参加を撤回させるために学校を占拠したことから発生したデモを発端として再純実の娘チョンユラと不正入学疑惑が提起された事件である。 学生や卒業生らは、未来ライフ大学事業は、教育を質を低下させ、授業料のための学位商売であるとして激怒した。これに対し一部世論では2年間だけ通った者が、同じ学位を得ることに対する拒否感を表した、純潔主義的な行動であるとの指摘もあったが、在職者の大学入学選考はすでに、理科女子大学に存在していた上に生涯、教育機関である、 生涯教育大学院も以前より存在していたことから学内者の怒りを買った。最終的に10月19日、チェ・ギョンヒ総長が辞退したが、理科女子大学のデモは、最純実ゲート事件の触媒的役割を果たした。2016年7月15日、教育部は生涯教育カレッジ支援事業に、理科女子大学を含む4つの大学を追加選定した。 7月28日に新設に伴う学則改正のための評議委員会が開かれ、理科女子大学の学生は事業推進の中断を要求して選挙デモを開始した。7月30日、チェ・ギョンヒ理科女子大総長は自ら本館を捜索すると嘘をついて1600人という史上最大数になる警察権力を学内に投入した。警察による 強制解散策動に対しては、理科卒業生をはじめとして、マスコミ、政界、一般市民の注目を集めた。学生らは、大学側が座り込み鎮圧のために、警察権力を学内に招き入れたという事実に怒って結集し始め、未来ライフ大学設立問題とは、別個に警察の学内侵入事件の真相究明と、謝罪が取り上げられることとなった。 8月3日、大学側は未来ライフ大学設立推進の中断を決定した。しかし本館を選挙中の学生たちは、チェ・ギョンヒ総長退任を要求して、座り込みを継続し、メディアや政界で運動の波紋が大きくなっていった。特に学生が設立推進過程と警察投入などに対する監査を要求する書を与野党の国会議員と、 各関連機関に2000件以上提起し、理科上次第関連問題は9月1日には、定期国会国政監査準備の過程に含まれ、安全行政委員会と教育文化体育、観光委員会の所属委員の国政監査で扱われることになった。2016年9月26日、ハンギョレガミは、チョンユラに対する乗馬優遇疑惑と指導教授の交代疑惑を報道した。 くしくもその日は国会の定期国政監査が始まった日でもあった。9月28日、国会の教育文化体育観光委員会は国政監査で裏口入学疑惑を提起して現場監査に乗り出した。10月4日、安全行政委員会は西大門警察署長を承認として召喚、官理科女子大学に警察を投入した経緯を尋ね、 大学側の再三の要請によるとの回答を引き出した。9月10月に、蔡準実国政介入問題の論議が、広がと蔡の娘であるチョンユラの学士特典疑惑も合わさって、理科女子大学校の運動は、チョンユラ関連疑惑に焦点を移していった。学生らと教授協議会は、総長の退任、徹底的な真相究明、関連者処罰を要求し続け、 2016年10月19日に、チェギョンヒ総長は退任し、関連者逮捕されるに至った。ありがとうございます。